森ですチャンネル出すからね。はい、ちゃんとほぼ編集なしで。分かった。座っておけるの？いやいや、立つと君のがでかくてムカつくんだよ。座ってると座高で勝つから、うんうん、ほぼほぼ一緒じゃん。アズセイマーズじゃん。アズトーラーズ、セイマー違うって言うアズトーラーズ言うじゃん。そうそうそう、それは OK、うん、じゃあレッツスタート。レッスン数学数回受けるのね。そう、数回な、2級順に、からがいいんじゃないのって。順にはだって、いや僕分かんないですもん。いや順にはだって中3から高1って書いてある。中3高1だって。うちの次男がだって中2で受かったよ。ちょっとすごさも分かんないんだよ。数件はで、じゃあ、はい、で数学はどの程度好きなんですか。どの程度好き、これは何だったんじゃないか。いや手拭いたセクハラは弱くて。で、じゃあ、はい、これはあのさ、ドラゴン桜の問題の解説でこいつすぐ解きたいとかって言ってた。ああ、そうそうそう。で、じゃあまず基本のね、はい、ベーシックかね、はいはい、We start from basic, you know? はいはいはい、で因数分解とかできるの？なんとなく覚えてますけどね、うん、なんとなくですね、はい、でね、で因数分解どの程度できるの？例えばじゃあ A たす B の2乗、あ、じゃあ因数分解の逆だ、展開できるの？展開はできますよ。して A 次乗プラス 2AB プラス B 次乗でしょ、うん、ね。で、まあもちろん引き算とかマイナスなんだけどね、はい、で、まあ一番有名なあの、ワトサの積って知ってる？ワトサの積？ワトサの積相撲取りですか？そう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 。あ、これ知ってる。 A プラス B と A マイナス B。まあね、これまあ一番有名なワトソの積、はいはい、まあこういうの大事なんだけど、で、あの、なんでワトソの積って悲しい時みたいに言ったの？I have no listen to I have no ear to listen your voice ね、はい、で、ぐちゃぐちゃ、はい、うるせえな。でこれドラゴン桜の東大模試の、はい、1問目2021を素因数分解せよなんだけど、因数分解せよ、素数ってなんていうの？ How to say in English 素数。これ何回もやってるね、このくらい、ね、覚えてる？全然覚えられない。覚えらんねえのかよ。プライムナンバー。そうそう、プライムナンバー、プライム原子的なんだから、はいはい、素数ってのは数の原子なんだ、最小単位、これ以上分けられませんっていうね、うんうんうん、プライムナンバーね。で、この素因数分解せよって、これはもうね、静的素因数分解はもうね、数学の受験会ではもうね、もうその年、なんかもう何年はどうか、ね、うん、で、だからこれもあまり有名なんだけど、この素因数分解をするテクニック自体は結構古くから知られている。あ、これなんだけど、素因分解せよ、せよ。で、その昔ね、慶応女子高校が、はい、あ、カントロさんの出たとこですね。そうそうそう、9991個じゃないけど9万じゃん。9991を素因数分解せよっていう問題、はいはいはい、ちなみにね、9991で Google 検索ポンってやると、うん、あの株式コードのこの会社が出ちゃうんだけど、あ、じゃあダメじゃん。だけど、はい、9991素因数分解って検索すると俺の動画出てくる。おお、で、あの、それが俺高校の時の友達が飲んだ時に、うん、実は娘が慶応女子校の囲まれてて9991の素因数分解わかんねえから、うん、つい調べちゃってよって、そいつすげえ頭よかったんで、うん、俺の何倍も頭よかったやつが、うん、調べる前に考えろって言いたかったんだけど、うん、調べたら俺の動画出てきた。で、皆さんも調べてみて、はい、報告しといて、ね、素因数分解入れなきゃダメ。ああ、素因数分解、ね、これなんか株式コードのジェスかなんか、そんな会社に出てきたから、うん、で、これ素因数分解しよう。素因数分解っていうのはプライムナンバーに分けて、ちっこいのに分けろってことですね。12だったら、ああ、これ、あの、223みたいなやつね。そうだね、これ、はいはいはい、素因数分解ね、うんうんうん、しろと。で、これを分けるにはどうしたらいいのかってことね、うん、プロセスで、所詮素因数分解って割ってみて、あ、割れないな、割れないなって調べるしかないんだよ、原則ね。原則で、例えばこれだったらどの辺まで調べなきゃいけないかなって時に、まあ2無理3分、じゃあね、まあ2無理3分なんだけど、うん、で、実は相当無理なんだね。で、だからいちいち調べるのは大変なんだけど、どこまで調べなきゃいけないかっていう目測をね、まあ、あの、大体およその目処をつけるのに、うん、例えばこれ103って素数なのね。おい、これ割れないんです、有名なやつ。1とこれ以外は割れない、うんうん、で、これ、まあ、2ダメでした、割れないね、うん、3ダメでした、どこまで調べなきゃいけない？5ダメでした、7ダメでした、どこまで調べる？俺どこまで調べるんですか？10いくつみたいな感じ。どこまで調べればいいの？全然想像もつかないです。想像つけよ。なんで、なんで、イマジンするのね。イマジン、オールザ、絶対歌うと思ったけどね、はい、リビンワールリーでね、はい、で、これでも素数決定なんです。あ、もう7までで、ね、7まで素数決定。なぜならば、もしもこれを次の素数何なんですか、11とか11でしょ、うん、これもしも11で割って割り切れました、うん、103ってルート取ったらいくつ出たよ、ルートは大体約、もちろん約、うん、
かけてそれになるやつでしょ、うん、逆で整数の範囲で構わないです。整数3なんか脳みそしてんだパッとカインドオブブレイン言うはずだよ例えばなんで座って偉そうに受けてんの今だってこれ超えちゃうよ、ね、ちょっと待って10で約10でしょ、うん、約10でしょ、うん、10点なのかでしょ、うん、でこれ11で割って割り切れたらこれ10よりもうん、どういうこと、ちっちゃいってこと、ちっちゃいでしょ、うん、でこっち割り切れたらこれで割り切れるはずでしょ、これだってこれとこれかけてこうなるんだから割り切るって、うんうん、そうそうね、そうそうそう、ね、でこれで割って割り切れたこの数がこれよりちっちゃいってことは先にこれで割り切れるはずでしょ。なるほどね。だからもうこの時点でもう素数決定なわけで、うんうん、だからこれで言うとどこら辺まで調べなきゃいけないかっていう、このこいつのルートのってこと、ね、で約って言ってこれ大体約1万でしょ、うん、約1万、ね、何と何かけたら1万になる、100でしょ、だから100ぐらいまで調べなきゃいけないんだよ。ああそうなんだ。ちなみに100までに素数って25個あるんだけど、うん、で25個を全部ねやってああダメだった、うん、で調べなきゃいけないかっていうとそれは大変ですねと、うん、でここで今これって約1万でしょ、1万って100の2乗、2乗ですね、もちろんからいくつ取ればこれになる、マイナス9だから、マイナス9、3の2乗、お鋭いじゃん、はい、素因数分解できましたね、これで。和と三積、あ、これを使うわけね。そうそうそう、そうすると100マイナス3、100マイナス3、うん、あ、マイナス3 ね、いいのか、で、97と103で、うん、まあ、これはまあさっき言った通り7まで調べればもう分かることだから、うん、で、素数です、これも7まで調べたら分かることです、素数で、うん、素数です、素数だけ素数だから素因数分解出来上がりっていうのが慶応女子の、でありがとうございました、あ、もうおしまいじゃあ、まあ、飲みか、今でも分かった、なるほどね、で、なるほど、それの応用バージョンが今年なわけよ。あ、そうなんですね。で、これただし今年のこの45の2乗ってまああんまり有名な掛け算じゃないんだけど、うん、4520こうやってできないよね、うん、4×5+25 で出ちゃうんだよね。あ、はいはいはい、はいはいはい、はいはいはい、75とかだったら、の2乗とかだったら7派56の25とか、うんうんうん、これと次の数かけて下2桁25出てちゃうのね。インド式、そうそうそう、まあこれと説明し始めると長くなるからいいや、ここまでいかなくなっちゃうからね、はい、そうね、はい、2045の2乗が2020なのね、うん、で、あといくつ、うん、どういうこと、あ、4聞く、4だから2の2乗、これでまたあと3席だから3席45こう足す2、45引く2で 47×43、 まあこれはまあすぐ素数で分かるね、うんうんうん、これがやったで素因数分解出来上がりっていうのはもう今年の有名な、だから素数ですよってことね。そうそうそう、なるほど、でね、で次なんですよ、でこれで今これ素因数分解させました、うん、でちなみにあのドラゴン桜では整数っていう限定なかったから、はいはい、整数って限定なくて実数でいいんだったら、うん、答えはそれいくらでも存在します。そうそんな簡単な話です、うちの校社長も書いてます、例えば B イコール0とか入れたらね、そうそうそう、 A3 乗が2020、うん、A は2020の3乗根とかですね、そ うちの校社長書いてますそうこんなことはいくらでもあるんで、これはもう明らかな設定ミス、はい、まあ、もちろん、うん、でこれだからこれはもう見た瞬間にこれ使うんだなっていう問題を叫んでるわけ、ね、なるほどなるほど、だからそれ要変にどうしたくなる、うん、これ使いたいんだから2021を使いたいってこと、そうね、うん、だマイナス1するってこと、マイナス1したら、あ、マイナス1したら1足すね、今日は1足すね、はい、まあこれはしたいと、うん、でそうするとこれはもうね慣れてくると、青ちゃんにも出てる一目で因数分解できるタイプの、ね、なるけど、そこでなんですよ、そこで、うん、だからつってこれ別にあの覚えろとかっていう話じゃなくて、確かに青茶に A3 乗プラス B3 乗プラス C3 乗マイナス 3ABC っていうのを因数分解せよってのは青茶に出てるんですよ、はいはい、参考書詳しく書いてるの知ってんだよ、うん、それ、うんうん、でこれなんだけども、ここでね何でもかんでもやり方を覚えちゃダメよっていう今度あの本出るんで、あ、ね、そうなんだ、ね、やり方だけ覚えちゃダメですよ、あ、その根本となる本質を理解してくださいという本が出るんですけども、勘太郎さんのチャンネルの本質というか、 それを目標にやってるチャンネルでしたよね確かね、そうです、でね、この A3 乗たす B3 乗っていう因数分解なんだけど、これは範囲で言うと数1で習うはずです、うんうん、これ因数分解単にしてるってね、なるほど、できますよ、いやこれは覚えてないですね、覚えてない、でねこれ別に覚えなくていいんです、でこれ自分で出すのがいいやつ、うん、私今でも覚えてないけど中学の時にさっき因数分解っつって、あの A 次乗たす 2AB たす B 次乗は、あ、これ A たす B の2乗ねとか、うん、X 2乗プラスカッコ A プラス BX プラス AB はとかって因数ができる、これ2乗、ね、2乗、うん、中学の復習これできないとさすがに数形順には難しい、
あーなんかやったやったこれ覚えてる、取るやつでしょ、 X プラス、そう、何 A、うん、とか X プラス B でしょ、うん、まあ2次の係数、2次はもう単に1と1だから1、うんうん、で1次の係数はっていうと XB と XA だからまとめてくる、ね、うん、で定数同士かけてこうっていう、うん、これまあ因数分解の基本ですよ、うん、中学で習う、うん、で中学の時にこれ問題集で私見ましたと、うん、まあ、数値にとっては公式、うん、で数値で公式で習っちゃってこれ公式で覚えちゃってる人は高位の因数分解の時にできなくなっちゃうんで、なるほど、ね、でね、あの中学の時にもこれの問題集で見たし X4 乗プラス X2 乗プラス1も、因数分解の問題を見ましたと、うん、こういうのを自分で解くことが大事なんですね、なるほど ね、うん、ね、でじゃあこれどうやって自分でね因数分解するかって時になんかこれとこれさえ出てくればいいからこれが絶対出てくる式、他に余計なもの出てきていいです、うん、余計なもの出てきていいから、なんかカッコのついた式でこれ出てくるような式を思い浮かべませんか？カッコのついた式？ああ、なんか A プラス B と、そうそうそう、A プラス B を参乗するすれば、これ絶対出てくるよね、うんうん、ただし余計なもの出てくるよね、はい、マイナスしなきゃいけない、で、取んなきゃいけないってんで、で、この参乗の展開を中学生知らないです、うん、けど、それは別に参乗だったら2乗ともう1回かければいいでしょ、うんうんうん、これ頑張って展開すればいいでしょ、うん、はい、じゃあこれできるね、 A 次乗プラス2AB プラス B 次乗でしょ、うん、それにもう一回 A たす B かければいいだけね、うん、はい、うわー大変、 A3 乗あ、B 乗でこれ展開しちゃうとこうなっちゃいます、うん、じゃあイコールじゃないね、うん、イコールにしないじゃん、どうすればいいとマイナスこれ取れずらを取ると、うん、で取るときに綺麗に取ろうとしたらこれこの部分だけちょっとくくれるよね、ああ3と AB、そうね、 3AB で含って、うん、残りは、まあ、A たす B、ね、そうするとここにほら、うんうん、これ出てきます共通因数、うんうんうん、で慣れないちゃうで置き換えてもいいですよ、 A3 乗マイナス 3ABA とかつって、うんうんうん、そしたら因数分解の基本は共通因数でくくるだから A と A をくくればいいと、 A が A 次乗マイナス、うん、3AB、ね、これ で元に戻せば出来上がりね、うんうん、っていう因数分解ですよこれ、うんうん、のそれを頭に入れとけばってあるじゃん、だからいきなりこれもう展開これの因数分解の公式は A たす B かっこ A 次乗マイナス AB プラス B 次乗ってこれだけを丸暗記してる人はこういう式変形に思いが至らないからこの因数分解できませんって話ですよ、うんうん、これじゃあ因数分解したいんだけどもいっぺんに全部はできないですと、はい、となったら、まあ、とりあえずこれを因数分解しちゃったらこれが出てきて出てくるね、うん、これ因数分解したら、うんうん、で残りのこいつらと仲良くなれる、なるほど、この C をどうするんだって仲良くなれないでしょ、うん、どうにもなれそうないでしょ、うん、でもこれを因数分解じゃなくてこう変形したらどうなりますか、 A たす B の3乗マイナス 3AB かっこ A プラス B で残ってるのはプラス C3 乗マイナス 3AB だよね、うん、そこの仲良さそうなやつどうしまった、 3AB なの、 3ABC なの、あ ABC です、すいません鋭い、はい、そこの仲良さそうなやつね、仲良さそうなやつ、うん、AB とかこれと 3AB、 これ仲いいよね、うんうん、で3乗と3乗の足し算っていうのはだからさっきもう因数分解は一応もう頭に入れた、うん、これ塊で見れば3乗足す3乗でしょ、うん、乗足す3乗足す3乗は因数分解できるんだよね、うんうん、さっきできたよね、うん、3乗足す3乗の因数分解を覚えるわけに3乗足す3乗、さっき因数分解できたんだよね、こうやって A 次乗マイナス AB プラス B 次乗って、うんうんうん、じゃあこのラージ A3 乗と C3 乗で因数分解すれば、うんうん、ここがラージ A になるだけでしょ、でここが C になるだけでね、はいはい、なんでじゃあちょっともう時間がないんで、はい、これとラージ A 足す C ね、うん、でカッコしてでこれはラージ A の次乗だから A 次乗プラス 2AB プラス B 次乗でこれがラージ A だからね、うん、でマイナス A 足す B かける C とプラス C 次乗が今これね、ほいほい、でこの2つっていうのは A マイナス 3AB でいける、うん、と A プラス B マイナス CC じゃね、まあそうかプラス C か、ね、そしたらほらまた出てきた ABC が入る、うん、とこれで A たす B たす C であと残りこれと
これだよね、そうすると A 事乗 B 事乗でここに C 事乗マイナス 3AB とここに 2AB だからマイナス AB でこれマイナス BC マイナス CA というふうにこれ因数分解できましたと、そうするとこれがこの左辺に見えてきましたと、1が C になってるわけ、同じ形ってこと、そうそうそう、ね、そうすると左辺因数分解できたでしょ、これを頭に浮かべながら C が1になってるだけだね、はいはい C が1、はい、A 足す B 足す1 A 事乗プラス B 事乗プラス1で、マイナス ABAB マイナス B B マイナス A で出来上がる、うん、これが 43×47 ですと、そうするとあとはこれとこれこの先もちょっと長いんだけど、そうするとこれも AB 整数っていうね、不利があったけど整数だからもうこれとこれ整数かける整数しかないです、整数かけ整数でこれになると 43×47 って素因数分解された数には約数が何個あるかっていうと約数、約数出た謎の言葉まあ要するに かけて要するに2021に約数が何個あるかっていうと、素因数分解されると分かっちゃうんだよ、じゃあもうこれは、まあ、この先はもういいや、じゃあ森鉄基礎講座に戻ろう、約数の個数の話だ、これちゃんとカットすんじゃねえぞ、じゃあ例えばさっきも出た12素因数分解すると2の2乗は 2×2 ね、うん、約数が何個あるかと3、2、じゃあ12の約数全部いって、どういうこと、あ10の割れるキャズ、割れるキャズ、割れるキャズ、ね、2、その前に1も入れるのね、1、2、3、4、6、まだあんの、12、自分自身と1は必ず割れるから、あ、まあね、1と自分自身は必ず割れます、でそれ以外にこれだけあるんだけど、じゃあこれらの約数はどうできてるかっていうと、ね、2が2個と3が1個ある、でその2個ある2と3、1個ある3を何個でもいいです、例えばこの2っていうのは2を1個だけ使ってます、この4っていうのは2を2個使って3は使ってません、この6っていうのは2と3を1個ずつ使ってます、これは全部使ってますと、どうだね、だ要するに2の A 乗と3の B 乗ね、これ2の2乗かけ3の1乗で、で A はこれ0、0個でもいいし1個でもいいし2個でもいいね、 A はで B は0か11個しかないから、で A は012の3通り、 B は0と1の2通り、なんで全部で何通り使い方があるかっていうと5通りこと、どういうこと、何言ってる、あ、そう、三角形2ってこと、三角形2ね、はい、そうここでね足し算しちゃう人をね見るとね、こいつじゃちょっと数学無理かなって思うことが多いんだけど掛け算でしょ、じゃあ何で掛け算かっていうと、ちなみに2の0乗っていくつ、1、おお、さすが、要するにこういうことですよ、樹形図で言うなら掛け算なの、樹形図だから、2の使い方が3通り、そのそれぞれに対して3の使い方が2通りだ、これが 1×1 だからこれのこと、これは 1×3 だからこれのことというふうに6個あります、なんで、はい、43×47 これ素因数分解だからね、43の1乗と47の1乗約数何個ありますかっていうと3、本人と1とで3じゃないの、だって43の使い方が0乗と1乗、47の使い方が0乗と1乗、4つあるの、4つあるでしょ、約数、1と47と、43と自分自身の2021、あ、2021も入れるのね、そうでしょ、なるほどね、でそれで、まあ、さっきの掛け算の組が結局これしかありません、でその先もちょっとあるんだけど、そんな風にやっていきます、ということで、じゃあこれからして森鉄数研特訓たまにやる、これでこれ何終わったの、はい、だからさっきの問題としては最後までやるか、最後までやると結構長いんだけど、そうなの、 A 足す B 足す1カッコ A 事乗プラス B 事乗プラス1マイナス AB マイナス A マイナス B かなが 43×47 で、これ整数だと一応両方マイナスっていうことも考えなきゃいけないんだけど、これ実はこれ絶対正なんですっていうのも、まあ
これはなかなかまあ話難しいんだけど、うん、結論とかで結論で言っちゃっていいですか、はい、これ2分の2します、無理やり、うん、2a 次乗プラス 2b 次乗プラス2マイナス 2ab マイナス 2a マイナス 2b と無理やり2分の2しますね、うん、この中で仲良しさん a 次乗1個とマイナス 2a と2のうちの1、うん、仲いいね、うん、a 次乗マイナス 2a プラス1これ因数分解して因数分解するとあ、マイナス1かのマイナス1の次乗だ、ね、今これ A1 個使ったね、うん、A 次乗で、これ1個使ったねで、これ使ったね、うん、じゃあまだ次 A 次乗まだ残ってるね、うん、で、マイナス 2AB と、うん、B 次乗1個あるね、うん、はい、これどうなる、あ、これはさっきやったやつだ、うん、A プラス BA マイナス B の事情、ね、で今、B 事情1個使ったね、うん、A 事情も使い切ったね、うん、これ使ったね、うん、残ってるのは B 事情とマイナス 2B と1、うんうんうん、あ、これまたやるわけね、うん、B マイナス1の事情、ね、そうするとこの数って絶対正って分かった、正か0だって2乗と2乗と2乗だから、ね、うん、全部プラスプラスプラスで最低でも、A イコール B イコール1の時だけ0、うん、なんでマイナスになりません、なんでマイナスかけるマイナスでこうなる心配はない、両方マイナスだってもこうなるかもしれないでしょ、うん、マイナス43とマイナス47とだそれはありえません、そうなるとこれが43と47のペアか47と43か2021と1か1と2021だけど絶対マイナスがないって分かった時点でこれはもう、ああプラスするからっていうことでこの3組なんだけど、これはあと二次方程式とか3で割り切れないとかそういうことを考慮していくとこの3組どう調べても整数がないです、まあ、その探すのはちょっともう大変なんで今日はこれで勘弁してやるよ、だからないってことですね、ないってことですっていう話でしたってことで、じゃあ数点準2級までの道のりは結構、これじゃあ準2級じゃ解けないでしょ、これ準2級レベル、準2級レベルなのこれ、ああ2級かな、 The long and winding road ですね、The long and windingこれまた長い動画編集重いのに To your door will never disappear 消えない、はい、ということで、はい、英語のチャンネルです。